ゃあ、ヤマッチお願いしてはい、あのいつもあのウェブ関係のことを質問するとすごく冷静で的確な答えが返ってくるんですけど、やっぱりみちこさんの中にそういう情報がたくさん入ってるのか、それとも質問いただいた瞬間ガーッといろんなものを調べて答えてくれるのか、どういうシステムになっているのか聞いてみたいです。そうですね、私もやっぱり勉強している途中なので、あと質問がいろいろ種類があの皆さん一つ違うので、はい、やっぱり調べていきますね、はい、非常にグーグル先生にお世話になってます。あはい、ありがとうございました。じゃあ、あきちゃんなんか質問。そうですね、じゃあ食べ放題に行ったら、何を一番多く取りますか？そうですね、なんだろう、なんでしょうね、野菜不足なので、野菜をたくさん取ったり、そうですね、私結構一通り取りますかね。スイーツは多めですか？スイーツも、はい、がっちり取ります。あー、すごいですね、ありがとうございます。9年前ぐらいからやってたんですけど、その間に子供が2人生まれて、妊娠出産育児、妊娠出産育児っていう感じなので、今の10分の1ぐらいがやっていなかったですね。あのお家でやってたんですけども、やっぱり子供がいたりこう妊娠してたりするとパソコンやってると具合悪くなったりとかしてたので、もう本当に細々と、はい、やってましたね。はい、ありがとうございます。どうぞお願いします。会社名というか、あの名前ショコラっていうのがすごく可愛らしいんですけど、その由来が何かあるんですか？そうですね、最初の今もそうですけど、女性のお客様が今9割ぐらいなので、まあ、女性受けがいい名前がいいのかとか、意外とウェブとショコラで調べたら世界中でもあまり使われていないっていうことで組み合わせてきた時に、あと私がチョコレートが大好きで、はい、あのホワイトチョコレートは絶対食べないんですけど、ブラックチョコが大好きなので名前にしました。ありがとうございます。じゃあ私からあの、あ、ここ色っぽいなと思う男性の仕草ってどんな仕草ですか？そうですね、ドキ真剣に考えちゃった。何ですかね、なんだろう、寛容さっていうか、なんかあんまりこう細かいことにこだわる人は嫌いなので、あの広いことでこう接してみるとしますね。じゃあのゲストでいらっしゃってるあの池口さん、何か質問ありますか？完全に油断してました。そうですね、はい、私は寛容ではないんですが、あ、そうだ、好きな芸能人とその理由を教えてください。そうですね、理由を厚めにお願いします。厚めに、そうですね、誰が好きかな、誰が好きですか？そうですね、外人でもいいですよ、芸能人。あの、もちろん、先ほどね、外国、アメリカのドラマが好きだとおっしゃっていたので、その関係でも結構ですし、だとすると、知らない方も多いかもしれませんので、より厚めにお願いします。
最近あの朝テレビ必ず見るのは朝のモーニングバードを見てるんですけど、あの羽鳥アナが好きなのでいつも見てるんですが、ちょっと最近離婚しちゃってちょっと残念だったなみたいな感じ。はい、でもあのモーニングバード早くつけすぎるとミノモントさんに出てきちゃうので、そうならないように気にしてます。はい、それは気をつけてます。羽鳥さんがいいなと思ったのは何でですか？なんでですかね、見た目ですかね。ああ